おこれトーマスサイドバックやってるよねこれね。あ、来たね、これね。トーマスサイドバックやってるね。いや、これシティ戦に向けてのあれだと思うんだよな。いや、これあれですよ。あの、今、あのホワイト避けたけど、右センターバックホワイト、右サイドバックトーマスの、まあ、言っちゃえば、ホールディングに頼れない試合の時ホールディング使うと危ない試合の時用の形でやるんじゃ、やってるんじゃないかなと思いますけどね。 センターバックの方がねあの、ディフェンスラインで臨機応変に対応しなきゃいけない時多いから、いきなりセンターバックきついから、で、ホワイトはもともと本職センターバックだから、ホワイトをセンターバックにして、トーマスそこに下げてっていうのはね、で、可変でさあの、左サイドバックの中入って3バックの一角になるから、で、トーマスの走力ならね、サイドバックから上がってって、ウィング追い越すもできるし、これ絶対そういうプラン今後のためにやってると思いますよ。トーマスの18ちゃーの、まあ、ホールディングが開いてるからね、本当は中入ってほしいけど、そこまでは求めらな,ない。 左スミスの中入って、高石ティアに取れるからそうトーマスもちゃんとこれやっぱ原則あるからしっかり上がるもんな。バックスホールディングが全外ですね。もう引っかかってる。さあ、ここの切り替えのところ。トーマスしんどいよな、ずっとアンカー出てて、こっからこの。さあ、ホールディングは中の気分。そう、外気づける気分よる。外気づける。気づけないというか、ティアにしっかり戻ってる、さすが。さりば数週間ぶつかあ、そんな時に富安もいないんだ。うわ、アーセナル少年バスね、これ。 テンハグにね、スカットあるみたいに言われてて、いやいや、ジェズスとか離脱したんですけど、みたいな。ってなると、ホールディング頑張るのかも。まあ、トーマス一律先飲みたいけどな。ここでそこら辺の采配、ね、マネジメント考えたらな、なかなか本職いるのにあれだけど。ホワイトセンターバックにして右サイドバックに誰かとか、ティアに左のジンチェンコ右,右とかもあるかもね、もしかしたら。どうすんだろうね。ただな、左利き右サイドバックが気持ち悪いからやらないんだよな、人は。キリオルはよかった。 カップ戦出たときとか見てほしいですね、こればっかりはもう、見てもらったら厳しいのは、うん、そう、いいキックとかあるんだよ、当然。とか、だけど、そこその判断しちゃうみたいなのが結構あるから、で言葉もあれらしいし、まだ。いや、ホールディングも不安よ。ホールディングはね、自分が行かなきゃいけないところね、行かなくて、他の選手にお前だろっていう、まあまあ、それはもう外国人あるあるでもあるんだけど、回ーセナルってもうそういう選手かなり少ないから、ちょっと、異質に、いっというかね、悪い浮き方しますよね。 同じサッカーしてね、勝ち点を落とさないためには、トーマスセンターバックだと思いますけどね、僕は。か、ホワイトセンターバックの、まあ、トーマスサイドバックもありだけど、右サイドバック。そっちの方がな、あかないかな。センターバックの方が状況に合わせた対応力必要になるから、トーマス器用なタイプじゃないし。か、ティアニー、左サイドバックの右陣腱効果、まあ。どれかですね。シンプルに、キビオルホールディングをンあのスタメンでは使わない方がいいです、ね。 トーマスに関してはアトレチコ後期くらいまでわけ分かってない感じで実際、レオさんも言ってい記憶がありますが、見る見る見る見違えて現在ではトップレベルだと思います。レオさんがわけ分かってないと言った選手がここまで伸びること珍しいと思います。トーマスに関してはそういう選手と比べて何か違うと感じたことありましたが、アトレチコ後期にはわけ分かってますアトレチコ前期とか、そ,うそれこそ苔がびとか、あの辺の時に、あの、 休ませんのにトーマス出てきたりとか、サウル、うん、コケのところ、サウルとかコケどっちかサイドにしてトーマスとか、あまロドリとかもいたけど、徐々に出番増えてきて、無理な縦パスつけたりとか、変なプレス体制のなさとか、スライド遅れたりとか、そういうのが一個ずつ一個ずつ改善されていって、やっとアトレチコで、アトレチコのもう締め尾が作ったブスケツみたいに、やっとなった時にアセナリティガスっていううになったから、<laughs> かわいそうだなっていう。やっとものになったのになっていう。 でいつも言うあのレスターのアマーティはシメオネと出会わなかったトーマスですから、あれ、まあ。トーマスもそうですよ。だから、個一個治るってことはじあの、監督が選手を育てるってないですよ。監督が選手を育てようとして、育ったのは選手が本気でそこに取り組んだからなんですよ。でなると、一個一個治っていったのは、トーマス不器用だろうけど、一個一個治すだけ自分に矢印向けるその素養があったんですよね。で、あのフィジカルでしょ。 だから今日言ったチェインリ君と一緒ですよね自分に矢印を向けながら肉体的なプロで戦えるっていうかプロ,にプロにの世界に入っても優位性を取るだけの特徴があるえ最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心にしゃべりましょうどうぞっとでしたバイバイ